皆さんこんにちは。 Do It Yourself Ideas へようこそ。このビデオは新しい折り紙のビデオです。今回は少しいつもと違ったことをご紹介します。大きな白いキャンバスの上に折り紙を折ってハートを作りました。こちらは部屋の飾りあるいはプレゼントにぴったりになっています。これから材料をご紹介して作り方をご紹介します。今回必要な材料はまず大きなキャンバスです。今回は縦横20センチのものを用意しています。皆さんのお好きなキャンバスで今回の飾りを作ってください。また今回はハートのために綺麗な厚紙を使います。皆さんのお好きな柄の厚紙あるいは包装紙を使ってください。こちらは縦横21センチです。用意したキャンバスにぴったりの大きさです。今回はこちらで大きなハートを作ります。また糊です。今回はあらかじめ三角形で半分に折っておきました。まず開始するときに半分に折ってください。定規などを使うと折り目をつけやすくなります。開いてください。今度は逆の方向から三角形を作るように半分に折ります。この時も物差しあるいは三角定規を使って折り目をつけます。開いてください。それでは表と裏の向きを変えます。一つの角を持って真ん中の折り目が交差しているところに合わせて折ってください。しっかり折り目をつけます。向きを変えて向かい側も自分の方向にするようにします。向かい側の自分の方向に向いている角を今度は上に向かってこの線に合わせて折ってください。このようになります。上は短い線、下が長い辺になっています。右側の角を上に向かってこのように折ります。真ん中の折り目に合わせて折ってください。これでハートの片方ができました。次に左側も同じように折ります。左右対称になるように折ってください。しっかり物差しで折り目をつけます。これでハートがほぼ完成です。表と裏の向きをまず変えます。次に上の2つの角を下に向かって折ってください。しっかり折り目をつけます。次にこちらにも少し角ができています。だいたいこの線に合わせて内側に角を折ってください。反対側も同じです。しっかり折り目をつけます。表から見るとこのようになります。まずはハートが開かないように内側に糊を塗ってしっかり貼るようにします。しっかり押さえます。反対側も同じです。糊をつけて閉じてください。これで折り紙で作るハートが完成です。次は今作ったハートをキャンバスの上に貼ります。糊が乾くまで待ちます。乾き終わったらハートの後ろに糊をしっかりと塗ります。糊をたっぷり塗っておいてください。それではキャンバスの上に貼ります。しっかり糊が乾くまで待ちます。糊が乾いて完成です。完成するとこのようになります。折り紙で作るハートはとても綺麗でプレゼントにぴったりになっています。いかがでしたでしょうか。
今回のアイデアを気に入っていただけたらぜひいいねを押してください。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。皆さんのご意見、ご感想、新しいアイデアなどもお待ちしております。ぜひ下のコメント欄にお書きください。それではまた次回のビデオでお会いしましょう。